ずれてんな、この辺。おはようございます、ブヒケンです。本日は土曜日ですね。昨日作業してないんですよ。まあちょっとね、パテがまあ後でちょっと見せますけど、あ、もう注文したんでね、届けばまたやれるんだけど、まあそんな感じで昨日はね、ちょっとね、友人のところに行って髪の毛を切ってもらいましたねえ、この前も言ったけどさ、いつもいつもうまく切るよね。おかげで久しぶりにリーゼントができております。もう伸びすぎちゃってさ、セットできなかったんだよ。皆様ね、いつもお言葉本当に感謝しております。ありがとうございます。特にね、親父のことにね関してね、皆様、嬉しいです。おかげさまで順調に回復していると思います。もうほぼもっと戻ってるような状態だと思うんですよ。昨日もね、まあまあ昼間歩いたらしいんですよ。でそんだけの距離歩けたらもうしかも杖なしで、大丈夫だなぁなんつって言って、で昼も弁当をスーパーで弁当買ってきて、うまかったよなんつってんですよ。大丈夫だなこりゃなんて思ってね。まあ一応食べるもんにはね気使って、昨日の夜もね、カニ玉のカニ抜きのカニ玉を作ってあげてね、それと雑炊、なんだこれうめえなって言いながら食ってたで今日の朝もね、昔からね甘いもんね結構好きだったんですよ。俺が子供の頃はね、よくね、お袋がまだね、あれだったからさ、朝ねホットケーキとかやっぱ焼いてくれてたんですよ。でそれは親父が好きだからやってたんだよね。まあ美味しいからね俺も食べてたけどさ、で、あ、そういや親父ホットケーキ好きだったなっていうのを思い出してさ、この間ほら僕はチマニョンのね記念日だったから、パンケーキ久しぶりに焼いてさ食べたんだけどさ、そしたらホットケーキ焼いてやるかなんて言ったら、お、喜んでてさ、おおそうかっつって、さっき作ってあげたんだけどさペロって平らげてたよ。うめえなって言いながらね母さんが生きてた頃はよく焼いてもらっただけなあなんつってだっけ、まあこれでねなんか話してたらな、ちょっと明日からまた実家へ一回帰るわっつって、月曜日にね実家の方で歯医者さんがあるもんで、前の日日曜日にはちょっと帰るわっつって、分かったよっつって、でちょっとしばらく向こうにいるわっつって言ってたんですよ実家の方にね。その次の週の月曜日がね18日でもうお医者さんの日だからさ、なんかそれまで自由でいたいんじゃないのかな、もう自分で多分ね、ある程度のもん食ってももう大丈夫だなっていうのもね分かってきてるし、ね、お酒だけは本当にねやめてるみたいだけど、でやっぱさ、俺もそうだけどさ、ずっと一人暮らしじゃん俺なんか。親父もおふくろが死んでから何年ももう一人でずっと暮らしてたんだけどさ、やっぱその多分同じ気持ちだと思うんだけどさ、一人が気楽なんだよね親父と一緒にいると楽しいしさ、親父も楽しいみたいな感じが伝わるからそれはいいんだけど、やっぱ一人で過ごしたくなるんだろうねきっとね別にここにいても自由なんだけど、実家にいる方が一人の自由っていうのがねやっぱりあるから、おそうか、じゃあ俺もまた数日間ちょっとリラックスタイムで一人を楽しむわなんつってね、そんな話をしてたんですけどまあそんな感じでね、本日もね誠につまらない動画になると思いますが、皆様最後までご視聴よろしくお願いします。ただパテがないんですよパテまあ注文出したんで今日か明日には届くと思うんですけどね、それまでちょっとねまあルーフの方をね進めてるんですけどね、まあちょっと見ましょうか。いてててててて、いやー昨日ねまあ一回整形してさ、でじゃあサビ止め入れてサフ入れてパテなんて思ってたんだけど、で最初にちょっとパテ用意するかってここにね置いて開けたらさ、なんか違う物体になってんのよ。これなんだろう何この結晶は、こうなんだろうこれと思って、
で、しょんないからいや、いいや、こっち使うかなんて思ってさ、なんかこっちも混ぜられないほどの硬さになっちゃってるの、この表面上のここだけ混ぜたんだけどさ、いやー参ったね本当に。なんでこれ、なんだろう。そうなの、この間のエルカミちゃんの時はさ、ちっちゃいやつを使ったんだけどさ、うん、それでもう使い切っちゃってたのよ。まあパテはいっぱいあるからいいやなんて思ってたらさ、こんなよ。何これ、宇宙人の仕業これ、こうなっちゃうのパテって。まあ今年異常気象だったもんね。まあそんな感じでちょっとね、よいしょ。あとここも乾いてなかったけど、どう？あ、乾いた乾いた。丸一日経ってもね、乾いてなかったんですよ昨日。はいね。なんかここ厚盛りのとこがもうちょっとだな。大丈夫かな。こっちは薄いから大丈夫だな。オッケー。なのでこれももう成形できるんで、成形してで、まあ錆止め入れて、うん、サフ入れてパテっていう感じ。正直錆止めとかやんなくてもいいような気もするけどね。だってね、まあまあまあ、とにかくね、ちょっとまあそこまで痛い、パテを盛るばっかにしとくぐらいまでは進められるけどね。それとまあ屋根をね、今またねやり始めたんでね、ちょっとその辺を進めていくか、先にね。画面が映らなくなりました。録画ランプはついてるから録画されてるのかな、モニターの方のね。画像が映らなくなってしまいました。あら困ったわね。どうしましょうかい、どうしましょうかい。ちょっと何してもこっちのモニターが映らないので、録画されてるのかどうかもわからない。ちょっと待って、今録画ランプこれついてる状態だな。ではね、映ってるかどうか、録画できてるかどうかわかんないけど、ちょっとしかもどこ映してるかわかんねえよ。まあね、ちょっとここをね作っていくじゃないですか。でまあ養生もするんですけど、当然接合するときはねするんですけど、できればこうねこういう風にもう塞いで養生しちゃおうかなと思ったんだけど、おそらく下からちょっとこう持ち上げたり、映ってるかどうかわかんないけど、こういう風にねちょっと微妙にこうもう落ち込んでるんで、下からちょっと押し上げてやりたいんだよな、こういう風に。あ、でもその場合は二人でやんなきゃなんないもんな。さすがにちょっと親父にまだね手伝わせるわけにもいかないな。ちょっとこう誰か一人が下にこういてもらって、俺が上からね、まあ磁石で引っ張ってもいいけんな、こうやって引っ張れるよな、これぐらいだったら。それでやるか。まだもで塞いじゃう養生だったらベトってやって作業をするって感じなんだけど、二人で作業をもししたい場合は、ここに養生ではなく、この下に養生をしなきゃなんないので、シートを外さなければならないんですね。うん。もうシートも内装もね、こういうのはね、結局ほら、火花とかさ、ね、あれなんか火、こう熱いものが落ちてきたらね、溶けちゃったりね、するんで、ガチガチにちょっとな、やんないとなんないんだよな。ただその前にちょっと一回ここに添え物を入れたいから、入るかな。今一回見、あ、パソコンに落として見てきたら一応録画されてた。私から見てるモニターは一切映ってませんが、録画されてるみたい。なんで、うまく撮れてるかどうかはわかりませんが、ちょっとね、ここと寸法を一回撮りますね。添え木を今から作るので。はい、映ってるかどうかわかりませんが、とりあえずこういう添え物を、3箇所入れたいと思うんですが、
あの隙間がねあるんでそこにね差し込んでます。ほんでこの際あたりと際あたりにもう一本ぐらい入れたいな。ただこれ660なんですよ。よいしょ、にょ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 、こっちが痛い。その前にフラットバー買いに行ってこなきゃないかな。もうフラットバーもないんだよな、確かないな。やっぱり切れっぱしはあるんだけどね。まあとにかくフラットバーだけ買ってくるか。モニターが映らないので映ってるかどうか分かりませんが、ちょっとねフラットバーを買いに行く前に成形の続きをちょっとやっちゃいます。もう少しなんでね。でフラットバーを買ってきたらさっきのジグみたいなのにしてこいつがスポッてはまるかを確かめれるので先にやっといちゃいます。映ってるかどうか分かりませんがここまで今ここまで終わりました。この書いてある線のちょっと内側まで削っております。あわよくばなんていうかな、本当はこの線の外側で削れば理論上はぴったしはまるっていうふうになるんですけど、そんな神業みたいなことは私はできないのでその線よりちょっと中に入ったぐらいで削り落としております。なかなかそんなね神業みたいなことは私もできないのでねじゃあちょっと続きやっちゃいます。はい、映ってるかどうか分かりませんがこういう感じです。線の真ん中あたりまで削ってるという感じ。ここまでのやつの大きさで削ってやればこれもまた理論上パチってもうねちょっと隙間が開くぐらいだから本当にこうピッとこうねはまるはず。でもそんなにうまくはいかないでこれでもうね合わせられるんですがね、フラットバーをちょっと買い物に行ってこなきゃならないのでちょっと行ってきます。はい、モニターに何も映らないので映ってるかどうかよくわかんないけど、とりあえずフラットを買ってきて同じサイズに切ってちょっと差し込んでみた。これで一応上からね先にほらすり合わせたやつあるでしょ、あれをねペトンってちょっと合わせてみましょうかね。皆様映ってるのかどうかちょっとわかんないし、ちゃんとあれなのかわかんないんだけどちょっとやってみますねくそ、なんでいきなり壊れんのカメラ。はい、それでは印がしてあるのでこっちです。ん？逆か。印は？あ、こっちだ、こうですなんてね、あ、ぴったしですね。わかりますか、こう完璧だ。ほら、わかりますか、完璧だ。映ってんのかな、映ってねえのかな、完璧に合います。やべえ、一発で行くなんてで、さっきも言ったように線の、印した線のちょっと奥で削ったんでバッチリだね、こう。よし、これだったら、これぐらいだったらコロコロでこういう風に丸くしなくても大丈夫だな。うん、で止めちゃってやれるね。よし、うん、いいじゃないね。映ってるか分かりませんが今下からちょっと持ち上げてみました。そして映ってんのこれ、うん、いい感じですね。再現できてます、再現できてます。うん、
いいね、バッチリハマる、バッチリハマるよ。うん、わかりますか、バッチリハマります。なかなか一発目でこううまくスチャってなるようにはならないんですけどね、どっかがあれとかさ。今回はちょっといい感じでいきましたね。よし、さあ、ほいじゃあ養生をするんだけど、シートどうしようかな。ちょっと待ってて、今シートを外そうと思ってネジを空回りして取れないんだけど、これこっからなんでカーペットにはまってんのかなと思ったけど違うな、空回りしてる最後の1周2周ぐらいでなんだよこれ原因が分かりました。床にネジではなくてボルトナットで止められてましたね。ここ多分中のあれがバカになっちゃってダメだったもんで、あ、ほいで細いやつ入ってるのか、貫通させてね、ナットがポロンポロンって落ちてった。全部そう？いや、ここ普通に、ここは大丈夫か、生き残ってんのかね。フロアにあのナットのあれこうねがこうはまってんじゃないですか、それが多分ここダメになったんじゃないかな。まあいいや、旧車あるあるですよ。ちょっと全部外してってみます。くそ、ここもですね、ここも多分ボルトナット緩んだけど空回りしてっから、もうマジか。調べたら全部ボルトナットですねこれ全部ボルトナット、やめよう外すの。くそ。